第3章、最初に笠の形態について、なぜそれは円環の形なのかということ、そしてなぜそれは太陽あるいは月の周囲に現れ、また同様にして他の星々のどれかの周囲に現れるのかということを述べることにしよう。というのは同じ説明が全てのことに当てはまるだろうからである。さて、空気と水蒸気が凝縮して雲になる際、水蒸気が均一であって、そして微小な部分からなる場合には、視覚線の反射が起こる。この凝縮が雨の前兆となるのもそのためであるが、しかし傘がバラバラに分離されたり消散していく場合は、消散すればこれが晴天の前兆となり、バラバラに分離されれば風、流動機の前兆となるのである。実際もしそれが消散しもせず、バラバラに分離されもしないで、むしろ自己の自然本性を取り戻すことができるなら、当然ながらそれは雨の前兆となるだろう。というのもこれはそのような凝縮、それから連続的に濃密化が進展すると、必然的に雨へと至るのだが、すでに生起していることを示しているからである。だからこそこれらの雲、傘は、他のものに比べてその色が最も黒くなるのである。これに対して傘がバラバラに分離されると、これは風の兆しとなる。この分離はすでに存在しているが、まだ我々のところには来ていない風によって生じたものだからである。そのことの証拠に主たる分離がそこから起こるその塔の部分で風が生まれるからである。しかし傘が消散するとそれは晴天の兆しである。なぜなら空気のうちに封じ込めている熱を空気が支配するというような状態にも全然なっていなければ、空気が水へと濃密化されるに至るような状態にも全くない場合、明らかに湿った蒸発器が乾燥していて火の性を持つ蒸発器からまだ分離されてしまってはいないからである。これが晴天となることの原因である。かくして空気がどのような状況にある場合に反射が起こるのかということが述べられた。視覚線は太陽あるいは月の周囲の凝縮されたもやから反射される。だから傘はちょうど虹のように太陽の反対側に現れるということがない。そして反射はあらゆる点で同じようになされるので、それは必ず円あるいは円弧とならなければならない。というのも同じ点から同じ点へと至る諸々の線分は、その長さが等しければ常に円弧線上で屈折しているだろうからである。すなわち点 A から点 B へと至る線分が屈折しているその等の点に基づいて、A ガンマ B、AZ B、A デルタ、デルタ B があるとせよ。線分 A ガンマ、AZ、A デルタのそれぞれ、そして B へと向かう線分のそれぞれ、つまりガンマベータ、Z ベータ、ガンマ B、Z B、デルタ B、これらが等しい長さであるとする。そして A と E と B を直線で結ばれたものとせよ。その結果得られる三角形は等しい。というのも等しい長さの AEB を底辺としているからである。そこで、核から AEB 上に垂直線が、つまりガンマからガンマ E、Z から ZE、デルタからデルタ E が引かれたものとせよ。これらの線分は確かに等しい。なぜならそれは等しい三角形の中にあり、その全ては一つの平面上にあるからである。というのも、それらはすべて AEB と直角をなしていて、ただ一つの点 E で結びついているからである。だから描かれた線は円であり、その中心は E ということになるだろう。ところで点 B が太陽で、A が目で、ガンマ Z デルタを通る円環が雲で、その雲から地殻像が太陽に向かって反射される。そして緊密につながった鏡を思い描く必要がある。ただ鏡のそれぞれは小さい玉に目で見ることはできないが、全体の集合体はそれらがつながっているがゆえに一つであるように見えるのである。傘の中に白い色が見えるが太陽である。これが鏡の各々において連続的に円環状に現れるのであり、またこれは感覚によって捉えられるというような、いかなる区分も有していない。この円環はどちらかというと大地の近くに現れるが、そこが比較的に無風だからである。実際風がある場合には明らかに傘がその場に静止しているということはない。また白い傘を取り巻くように隣接している円環は黒く、これは白い円環のその白さゆえに、なお一層黒いように見える。傘は太陽の周囲にできるよりも月の周囲にできることの方が多い。その訳は太陽の方が月よりも熱いために、空気の凝縮したものがもっと迅速に消散するからである。星々の周囲でも同じ原因で傘はできるが、それが示す兆しは同様ではない。なぜなら星々の周囲にできる傘が明示するのは、全くもって微小な凝縮物であって、それはまだ物を生み出す力を持ったものではないからである。